こんにちは。ペダルマフィアアンバサダーの拓也です。本日はペダルマフィアの数多くある商品の中で、どの商品がどんな特徴があるのかをそれぞれ紹介していきたいと思います。それでは動画を気に入っていただけたら、評価とチャンネル登録とコメントの方お願いいたします。で、まずはですね、トップレンジのPMCC レンジから紹介したいと思います。で、この PMCC レンジはですね、まあ、トップレンジというだけあって、非常に軽くて、着心地が良くて、エアロが非常にいいです。で、価格がちょっと他のものよりも高いものになってます。で、今僕が着てるこの長袖のものも PMCC レンジなんですけども、非常に着心地が良くて、かなり薄手の素材で作られてます。なので、真夏のライドは非常にいいと思います。で、PMCC が売ってる、ペダルマフィアが売ってるジャージの中で、最も軽量になっていて、で、ジャージのバックポケットは、ちょっと変わった色になっていて、3つポケットがあります。で、このポケット非常に使いやすいサイズになっていて、大体どのジャージとも同じように使えると思います。たまにレース向けのジャージでポケットがちっちゃかったりするんですけども、これは、もうパンク修理キットとチューブと、携帯、財布、大体全部僕はこの3つに入れて、毎回走ってます。たまに補給食も入れます。で、右端に、このジッパーポケットがついていて、大体小銭入れ、まあ、ちっちゃい財布なんかはここに入れても大丈夫になって、袖の部分と、腰の部分に、ラバー製の滑り止めがついていて、ライド中でもずり上がってきたりすることがないようになってます。で、ビブは肩紐が、布ではなく、形が崩れにくい素材でできていて、ここにかかる圧力があまり分散されるようになっています。で、背中の当たる場所はメッシュになっていて、で、パッドも非常に質のいいものが使われています。で、こちらは、足の袖に滑り止め加工がされていて、ライド中でも滑ってこないようになってます。で、長袖の商品があるのが唯一この PMCC レンジとなっていて、素材は同じものでできているので、非常に軽くて着心地がいいです。で、長袖なんですけども、薄手の素材なので、まあ、すごい暑い日でない限り、これ1枚着るだけでもう、だいたい15、6度から30度ぐらいまでのライドで、快適に乗れると思います。ただ、ちょっと洗濯した時の伸びがしやすくて、非常に質はいいんですけども、耐久性にちょっと難があるかなと思います。まあもうとにかく妥協しないでエアロと軽量性を充実させたい、両立させたい方なんかにおすすめのレンジとなっています。次紹介するレンジは、この PM の、見えますかね ?PM の文字が可愛い。プロレンジになってます。で、このプロレンジは、セカンドグレードという位置づけで、袖の色と、バックポケットの色が若干変わってます。で、前面は、まあ、こんな風になってます。ここに PM っていう文字が入ってシンプルなものになってます。で、素材がですね、若干 PMCC レンジよりも、重たいんですけども、肌触りが非常に良くて、で、もちろん腰にも、これ、ラバーでできていて、滑り止め加工がされています。で、バックポケットの裏地が、メッシュ素材になっていて、真夏でも、熱がこもりにくいようになっています。熱と湿気ですね。こもりにくいようになっています。で、袖部が、この六角形のテクスチャが加工されていて、滑り止め、加工になっています。で、非常にこれもシワができにくくて着心地が良くていいものです。PMCC レンジほどではないんですけども、エアロも軽量性も良くて、着心地がすごいいいので、僕は練習中は基本的にもうこれを毎回使ってます。で、何がいい？一番優れてるところが、非常にエアロで軽くて着心地がいいのに、洗濯を何回しても伸びたり、この、文字とかが剥がれてこないところが僕はすごい気に入っていて、もう基本的に
通にロードを乗る練習の時は基本的にこのジャージを着ています。リブはフィーム CC レンジと同様にここの裾の紐が型崩れしにくいようになってます。で、背中はメッシュで、もちろん裾に滑り止め加工がされています。で、このプロレンジは今年の春に一回素材がリニューアルされてパッドの質がすごいいいものになりましたので、かなりおすすめです。プロレンジなんですけども、いろんなカラーが出されていて、例えばこちらのカラーなんかは結構可愛いと思うんですけど、クリーム色とオリーブと紺色で、ビブもいろんな種類があっていて、この大体その3つのカラーがどれか合うようになっているので、どの色をこうどの組み合わせで購入しても結構映えるようなものになると思います。で、もちろん他のジャージと同様にバックポケットは3つで、ジッパーポケットもついてます。次に紹介するのがこのツートンカラーがかっこいいテックレンジです。テックレンジはですね、レンカーモデルで、他の PMCC モデルや、プロレンジと比べるとかなりお求めやすい価格になっています。で、素材はですね、だいぶ軽くて着た時ちょっとシワが、プロや PMCC と違って若干シワが寄るんですけども、それでも非常にエアロになっています。ちょっとプロとかだとここにシワがないんですけど、ここに若干シワができます、ね、で、他のと同様にここにバックポケット、ジッパーもついていて、で、プロレンジや PMCC レンジはちょっと素材が着心地を重視したものになっているんですけども、これは結構強い生地、ちょっとシワが寄って伸びない分強い生地になっていて、例えば僕はこれを使うタイミングはすごい暑い日のグラベルライドなど、グラベルライドをすると結構笹とか葉っぱが体をかすめてジャージにちょっとほつれが出たりするんですけども、このテックレンジだとそういったことがあまりなく快適に乗れます。で、もちろんお腹のところには、滑り止め加工、僕がちょっと緑好きなんですけども、このカラーとこのツートンカラーでたくさんいろんなものが出ています。で、まあ真っ黒なものと白色もあります。最後に紹介するのが最も安いモデルのテックレンジです。間違えました、コアレンジとアートリストレンジです。で、こちらはもう1万円ちょっとという価格で非常にお求めやすくなっていて、で、なおかつ例えばブラックフライデーだったり、まあ、他のセールの日に頑張って探せば例えば1万円を切るものも見つかるかもしれません。安いからといって質が悪いかというとそういうことはなくて、もちろんPMCC レンジやプロレンジ、他のテックレンジと比べるとちょっと重かったりエアロが悪かったりするんですけども、1万円で買えるジャージとしては非常に質が高いと思います。他のジャージと比較して着心地が若干重たくなっていて、ただ秋頃のライドなどはこのちょっと厚手の布が非常に心地よかったりします。で、残念ながら裾に滑り止め加工はなくて、お腹のところには滑り止め加工があります。で、バックポケットも他のものと同じように3つあり、ジッパーポケットもついてます。で、テックレンジと同様に安い、ちょっと安いレンジなんですけども、生地の耐久性がすごい高くて、洗濯しても全然よれることがないですし、例えばグラベルライドなんかでもさっきおっしゃったように笹とかがちょっと引っかいても全然ほつれることがない生地になっています。で、実際に着た感じではそうですね、ちょっと肩のシワとエアロポジションを取った時のお腹のシワ、ここが気になりますけど、しっかり体に吸い付くようなカッティングなので着心地は非常にいいです。で、このアートリストレン、コアレンジとアートリストレンジのいいところは、こういった
火を照らったデザインや、こういった蜂みたいなデザイン、蜂というか、まあ、ちょっとコーディネートが難しそうなんですけども、こういった普段着ないようなデザインを比較的安く購入できたりするので、ちょっとおしゃれをもうちょっと楽しみたいかなって時には、このレンジがおすすめです。微分についてもちょっと他のレンジよりかは重めなんですけども、しっかり肩紐が肩崩れしにくい素材でできていて、ちょっと厚手なんですけども、メッシュ素材で、もちろん全部裾の滑り止め加工はついてます。最後に紹介することになったんですけども、ちょっと今回はジャージではなくてベスト。ペダルマフィアはこういった小物が非常にいい品質でできていて、特に僕がおすすめなのはこのベスト。やっぱビアンキは気持ちいいわ。で、ちょっとこれ新品でまだタグついてるんですけども、ぴったりのサイズを着れば結構ベストを着ててもエアロが非常に良かったりして、でなおかつストレッチ素材でできているので全然窮屈ってことはありません。で、秋頃や春先なんかは、例えば朝が10度ぐらいしかないのに日中は20度超えたりとか、そういった時に、まあ、このベストなら小さく畳んでポケットに入れるなんてことも可能なので、まあ、ちょっと今雑に畳んだんでこんぐらいなんですけど、まあ、本当はもう一回りちっちゃくなります。で、こういう風にして、まあ、走りながらでもこんぐらいのサイズになりますね。で、バックポケットに入れたりっていうのも可能なので、これはもうすごいおすすめアイテムです。で、他の小物アイテムなんですけども、手袋とかソックスなんかも非常に質が高いのでおすすめとなっています。最後にペダルマフィアの購入方法についてなんですけども、ペダルマフィアは2022年現在で、日本国内の店舗でまだ販売が開始されておりません。なので本国のサイトから通販で購入するしかない状態となっています。で、支払いが確かクレジットカードのみとなっていますので、クレカがない方は購入お求めいただくのは難しいんですけども、ぜひ、海外配送にしてはかなり早くて、発送されてからもう1週間かからないぐらいで届くので、ぜひ使ってみてください。はい、今回の動画ご視聴ありがとうございました。今回はウェアの紹介になってますけども、普段は自転車に乗ってる動画をたくさんアップしているので、ぜひプレイリストの方から、YouTube だったらこっち側かな?にあると思うので、見てみてください。